では、これはチーズケーキになりますか？しかもレア、レアだよショコラ。表面がツヤツヤ。ご主人様、ショコラたちのためだけのレアチーズなんですね。ご主人、優しい。これが労働の喜び。この感動をしぐれちゃんにも分けてあげたいと思うんだよ。でも私たちは携帯とか持ってない。無念。そっか、じゃあ写メできないね。デジカメもない猫には無力。そうだ、カメラがないならスケッチだよ。この感動を絵に残すの。というわけでご主人、私とショコラを描いてほしい。手早めにお願い。キリ。ではでは、いただきます。はい、おいしい。やわっこくてとろっとしてておいしい。ご主人様の、ご主人様の愛を感じます。ショコラは世界一幸せな猫でありますよ。絶妙な甘さ加減、少しだけレモンの効いた爽やかさ、おいしい。この底のクッキーも少しビターな味付けが。チョコレートソースがあるじゃにゃいですか。こっちは私の好きなベリーソース、抹茶のパウダーまで。こんな至れり尽くせりでいいのですか。こんな幸せが許されるというのですにゃ。ちゃんとレアチーズと引き立てあって、美味しさが倍増に。美味しい。本当美味しいですよ、ご主人様。プロみたいです。本当にプロの味。ご主人超かっこいい。ご主人様のご褒美嬉しいにゃ。褒めてもらった上に美味しくて幸せだにゃ。私たちすごく働いてるからね。ご主人一人じゃ辛かったでしょう。
ところ、ご主人様のためにもっと頑張ります。もっともっと頑張りますから、ね、バニラ。自分の食いぶち分くらいは働く。居候と言われない程度に。もう素直じゃないんだから。バニラもケーキ屋さん気に入ってるんでしょ。ショコラと一緒に働くの楽しいからね。それだけだから、ほんとそれだけ。やはは、バニラの方は赤いぞ。そんな子はほっぺふにふにしてろ。ふにふに。別に赤くの。ほら、食べてる最中はダメだってご主人も言って。ですか、ケーキ。あ、経営。ご主人はもう会長職に引退を決意。ご主人様、それって…仕事できてるってこと？ショコラが鈴持ちになったらご主人様は喜んでくれますか？猫が2匹とも鈴持ちだったらご主人の鼻も高いからね。連れてってくれる？私、行ってみたいところいっぱいあるからね。クレーターでもいい。むしろ両方。
しろどこでもと言ってくれるならご主人様のお布団の中でいいんですよ。むはー、猫史上初の宇宙到達。いや、いっそのことここはもう火星あたりまで行っちゃうとか。